まおちゃん。ありがとうございます。改めまして、こんにちは。と、あと、あ、なんていうの？まおスペシャルバンドです。よろしくお願いします。私は普段一人で活動してるんですけど、こうやって皆さん集まってもらって今日のために練習してきましたので、よかったら聴いていってください。それでは最初に、皆さんが多分よく知っているジブリの作品の主題歌を歌おうかなと思います。聴いてください。風になる。Yeah.
ありがとうございます。今日は4曲演奏、作業を含めて4曲演奏しようかなと思ってるんですけど、次の曲は私の大好きな曲をカバーしようと思って、もともとバンドを組むならこの曲を入れたいなと思ってたので、ちょっと今日は本当にできて嬉しいし、この曲はすごい楽しい曲なので、よかったら皆さんも一緒に、知ってる方がいれば一緒にリズサンドにしてほしいんですけど、ここでちょっとこの曲でゲストというかお招きしました、みことちゃんです。ありがとうございます。今日はね、入り口にで配ってる、なんていうの、なんだっけ、暗い引き出し の、 一番大きく映ってる大スターみことちゃんなんですけどその大スターみことちゃんがこの曲でギターを振ってくれるということで、そのギターにも注目して聴いてください。聞いてください、横くん。
いいぞ、ありがとう、うさとちゃんもいいよ、いいよありがとう、本当にこの後もね、ちょっと出てきてくれる予定なんですけど、一回ちょっとお休みで、次はちょっと私のオリジナル曲を弾いていただこうかなと思います。ちょっと待ってください。ずっとこの曲歌いたくて、今日この広いステージで歌えてとても嬉しいです。ありがとうございます。次の曲は私が初めて作詞作曲した曲をバンドバージョンでやろうかなと思います。ちょっと、なんていうか、初めて作詞作曲したので、なんか詳しい方がこの中にいればもし思うところもしかしたらあるかもしれないんですけど、一生懸命ちょっとっていうの、周りにいる不思議な友達のことをちょっと書いててくれ、楽しい曲なので、よかったら手拍子とかしながら聴いてください。聴いてください。色合わせ
かなと思うんですけど、ちょっとなんか青春っぽい曲で、CD とかも販売してよかったら、この後よかったら声かけていただけると嬉しいんですけど、そういうなんか青春の淡い気持ちみたいな感じの曲なので、あとでもちょっとなんか楽しいというか曲なので、よかったらデビューしてもいいですし、楽しんでいただけたら嬉しいです。これが最後の曲です。ちょっと待ってください。最後頑張って、ありがとうございます。ゆかちゃん
リジナルでやってくれました。え、まおちゃんも作詞作曲してるの？あ、1曲目は作詞作曲をしていて、1曲目にやったオリジナルの作詞作曲をしてて、2曲目はちょっと書いていただいた曲なんですけど。すごい方ですよね。ちょっとね、感動しました。ありがとうございます。